はようございます。ということで、今日はね試合なんですけど、今日は試合の一日ということで、試合中、試合前にね何をやってるのかとか、試合の終わった後何やってるのかとか、そういうのを撮っていこうかなと思いますので、ぜひね見ててください。あとこういう試合に載せられないときは SNS の方に Twitter とかインスタとかに結果報告しようかなと思ってますので、ぜひそちらの方も、フォローよろしくお願いします。8時半から試合ということで、まあ、朝めちゃめちゃ早くてめちゃめちゃ眠いんですけど、ちょっと頑張っていこうかなと思いますので、皆さんぜひ見ててください。よろしく。はい、今日のね動画からカメラをね変えまして、 GoPro で撮ってるんですけど、まあ、何モードがいいとか何モードの方が綺麗に撮れるよとか、そういうのがあったらぜひちょっとコメント欄で教えていただけるといいかなと思いますので、まあ、ちょっとね意見があったらぜひコメント欄でいただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、試合会場に近づいてきたんですけど、今朝早いんでしょうがないんで車で、朝ごはん食べていきます。まあ、それいつも食べてるものなんですけど、まずは今日眠すぎるんでレッドブルです。レッドブル翼を授ける。まあこれで翼をね手に入れてボコボコに相手をしてやろうかなと思ってるんで、まあそんな感じですね。あとこれハムと卵のサンドです。まあ卵はねタンパク質あっていいかなと思って、あと卵結構好きなんでハム玉サンドです。あとはこれですね、クロワッサンスティック。普通にちょっとお腹空いた時に食べようかなって感じです。あとはみんな大好きなんだっけこれ、ウィンダイゼリーです。ウィンダイゼリー、まあこれおにぎり1個分のなんか栄養あるみたいなんで、こんな感じで、まあ、今日朝早いんで正直あんま腹減ってないんですけど、食べないとあれなんで、ぜひじゃねえや、ご飯しっかり食べて試合に備えようと思います。はい、以上ということで試合開始を着きました。まあ早いコートなんで、まあしっかり足を動かしていけたらいいかなと思うんで、この後しっかりウォーミングアップして、行こうかなと思いますので、その様子もぜひアップをねしっかりやっていくんで、その様子も見てください。じゃあ失礼します。じゃあまずはちょっと軽くランニングから行こうかなと思いますので、カメラマンさんも一緒についてきてください。行きましょう。はい、ということで今ランニングが終わりました。まあ、これからストレッチちょっとやっていきます。自身から家です。いつも仕事場の体操通りに、ね、素早く時間ないんでやってみます。アキレス腱ぶち切れたらマジ終わりなんで、アキレス腱はしっかり伸ばしていきます。てかここめちゃめちゃ濡れとるんでしたが、を伸ばしたんです今この辺を。時間ないんでこれぐらいで、あとは本当ストレッチ終わりで。
まあ、アップはこんなもんでいいでしょう。じゃあもうそろ試合なんでちょっと準備していきます。THCJ Beach A Yeah Fuck Hey Butterfly making fly Yeah小さい体に投資、oh. モンスターの見星モーニー、yeah. 誰にも売らないコービー気ぃつけて待ちロービー、oh. キルするフィールアイオーニー、yeah. 相手は現実逃避、uh-huh. 仲間と朝までワーキー、yeah. 5年後つけてるコーリー小さい体に投資、yeah. モンスターの見星モーニー、oh. 誰にも売らないコービー、yeah.気ぃつけて持ちローリー、キルするフィールアイオーニー、相手は現実逃避、仲間と朝までワーキング、レッツゴー、5年後つけてるクオリー、小さい体に教師、森はやらない汚せをウィーズ、俺にはいらないロンリー、今知っての開かれセルキーズ、それでさ。おお、お疲れ、お疲れ。ということで、今、試合が終わって、6-2、6-4で勝つことができました。まあ勝ったんですけど正直納得いかない試合でしたね。最初の入りも動きが悪くて後半も動きが悪くてもう最悪でしたけど、でもなんとかちょっとブチ切れずにできたので良かったです。はい、ということで、まあ、これからちょっと休憩して、ストレッチとかクールダウンやっていこうと思います。はい、こんな感じで軽くストレッチします。明日は第1シードの今隣でやってた第1シードと戦うことになると思うんで、まあ、彼全日本出てるんで明日は本当ぶち上げないと勝てないかなと思うんで、しっかり明日に備えてストレッチです。走りてちょっと対戦相手、明日の対戦相手が今やってるんで、今ちょっと分析してみようと思います。第1シードの方はですね、身長がめちゃめちゃ高いんですよ。なんでサーブがえぐいのと、結構バコラーじゃなくてどちらかというとこうシコラーというか安定型でめっちゃタフなタイプなんで、まあ、気持ちでまず負けないことが大事かなと思うんで、明日はマジ覚悟決めてやろうと思うんで、ベースバックハンド狙いでいって、たまにフォアの方が下手な方いるんですけど、でもやっぱバック狙いでいこうかなって感じですかね。はい、はい、ということで、シャワーねちょっと浴びて、今ご褒美のスタバを、買いに行きました。まあ、ちょっとスタバで時間あるんで、この後夜というか夕方くらいからレッスンあるんですけど、ちょっと時間あるんで、まあ、スタバご褒美のスタバでも買ってちょっと YouTube 編集しようかなと。オシャンティーな感じですね。聞きづらいです、こういうところは。実は僕、9月28日が誕生日で、その誕生日プレゼントでなんかスタバ券めっちゃもらったんで、皆さんいただきます。こんにちは。めっちゃうまじゃあな。中の雰囲気がちょっと重たすぎたんで、僕には外に来てちょっとベラベラ反省会しようかなと思うんですけど、正直最初の出だしが悪くてですね、ちょっとあれでしたね、寝不足感がすごくて足が動かなかったっす。今日はまあその中ではまあベストのプレーができたかな。最近ね、相手の嫌なことをしようというか、相手の短所で戦って、自分のいいところをぶつけていくってスタイルにしてるんですけど、今日はそれが結構うまくいったかなって感じで、すごく、まあ、悪かったなりには良かったんじゃないかなと、練習通りにはやれてるかなと思ったんで、まあ良かったんじゃないですかね。まあそんなこと言ってないで早くスタバ飲みたいんで、スタバとチーズケーキ、すいません、いただきます。いきなりスタバからサイゼリアに移動したんですけど、やっとお昼ご飯ですよ。今日のご飯は見てください、チキンです。
タンパク質が取れるのはチキンと、あとは米で炭水化物とってのみんな大好き野菜ですって感じで、ご飯いただきます。試合終わりはやっぱいっぱい食べないと多分いけないと思うんで、まあこれ以外にもちょっとコンビニで食べたりしたんですけど、まあ食べていきます。今お昼ご飯食べ終わって、まあこれからね職場に行って、まあストレッチとかやってから、まあ、レッスンやるんで、まあ、それですよお届けしたいんですけど、ちょっと映せないんで会社的に、なので今日はこの辺で。では今日の動画、これがマジのちょっと試合中の僕なんでクソつまんなかったと思うんですけど、これがリアルなんで、まあ、その辺ちょっとご了承ください。